こんにちは、ゆういずみです。今日は手洗いの方法について皆さんにお伝えしたいと思います。で私のお仕事としましては、ま、つゲサロンでお仕事をさせていただいておりまして、毎日何人かのお客様と直接肌を触れるという、そういったお仕事をさせていただいているんですね。 で、まつげ自体にはピンセットで施術をしていくんですけども、テープを顔に目元に貼りましたり、あとは鼻をこう、鼻のところに私こう小指に、お客様の鼻にこう小指をこう当てまして、で、それで手を安定させてつけたりとかすることもあるんですね。つけにくいところに関しましては。なので、直接お客様に触れるということで、一脚一脚必ず手洗いをするようにしています。で、私自身の 物をお客様に移してしまうことももちろん防ぎたいですし、あとはお客様からお客様へ私の手を通して何かが感染するっていうことも防ぎたいんですね。それによって私は毎日あの一脚ごとに手洗いをするようにしています。 で、もちろんですね、こまめに手を洗うようにしておりまして、家に帰ってきた時ですとか、あとはお手洗いの後とか、そういった時も、それとは別で手を洗うようにしています。で、手洗いの後に消毒もするんですね。その仕事の時に関しましては。で、お客様に入る前に消毒もさせていただくんですけど、何しろ手洗いが、あの、とても重要だと思います。で、今日はその手洗いについてお話ししていけたらなと思います。え、去年なんですけど、私、管理美容師 の講習会というのに行きましてで管理美容師っていうのは美容所内で1人以上必ずいないといけないというそういったその資格なんですね。で美容師の免許っていうのはもちろん持っているわけですけどもその美容師の免許を持っている人の中で美容師たちの衛生管理の責任者ということでそれが管理美容師なんです。 でその管理美容師の講習会に行った時に手洗いの方法についても徹底的なそういう管理が必要ですよということで先生から教わりましたのでその中で、えっと、皆さんが普段手を洗われる時ってどういうふうにされてますでしょうか 皆さん大体こういう感じで、こうやってこう手を洗って、石鹸をつけてこすって、それですすいで終わりっていう風な、そういう方が多いんじゃないかなという風に思います。なんですけども、その洗い方ですと、あの、しっかりと洗えてない部分が、あの、多くあるんですね。で、それなんですけども、まずこの手首ですよね。手首っていう、 部分っていうのは、この部分っていうのはこう袖が触れてますよね。で、袖が触れてましたり、あとエスカレーターのこの、なんていうんですかベルトの部分がこの、ここに触れたりとか、あと手すりに捕まった時にこの部分が触れたりとか、結構意外と自分で意識してる以上にですね、あの、いろんなところに触れているんです。で、そうしますと、この手首の部分にも汚れがついていたりしまして、で、この部分だけこう手の指先だけ洗って、 ましても、例えばこれを拭くときに、こう、この辺に触れたりとかしますよね。でそうすると、この手首についたものがついたりとかしてしまうこともありますので、この手首をしっかり洗うことが大切です。でしっかり石鹸をつけまして、この手首まで洗うことが必要です。で指先を洗うときっていうのは、もちろんこの爪の間ですよね。爪とこの肉の間っていうのも、あの、もちろん大切なんですけども、えっと、こういうこの、ここですね、この、親指の付け根。 この部分です。この、こういったところありますよね。この、ちょっとこう、膨らんでると言いますか、あの、手をついた時に当たるところですよね。この部分っていうのが、意外と洗えていない方が多いんですよね。なので、こう、手を洗った時に、この部分ですね。こういったところを、こう、こういうふうにですね。ここをこう、しっかり洗ってあげる。この部分をしっかり洗ってあげるのと、あともう一点ありまして、それはこの小指の、なんていうんですか、この、横っていうんですか、この手の、 横の部分ですね。この部分っていうのが洗えてない方が多いので、こうしてこう手洗いますよね。で、こんな感じでこう洗いましたら、この親指の付け根のこういったところですね。こういう部分。この部分と、あとはこの小指の側面、こういったところですよね。この、このあたり。 お指の付け根からこの辺りにかけての、このこ部分っていうのが手洗いができていない方がとても多いかなと思いますので、この辺を注意して手洗いをしていただけるといいんじゃないかなと思います。で今日こちらを皆さんにあのご注意いただけたらなと思いますので、今日はこの手洗いの方法についてのお話です。であとですね、しっかり手を洗った あとっていうのはこう手乾燥しますよね。<laughs> 手乾燥しますので、しっかりその保湿することも必要なんですよね。なので乾燥するとそこからあの雑菌とかそういったものに感染しやすくなったりしますので、常にこのキューティクルですよね。この甘皮ですとか、こういった部分っていうのはしっかりこう綺麗な状態であることが理想なわけです。なのでしっかり保湿もすることが大切かなと思いますので、しっかりとした手洗いと消毒と、あとは えと保湿ですねそちらを徹底してていいただいてでもちろんうがいとかそういったこともあるんですけどもいろんな病気にかからないように皆さん気をつけていただけたらなと思います今日は手洗いの方法についてのお話をさせていただきましたご視聴ありがとうございます